皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、髪の毛を染めてきました。今ね、福島の実家に帰ってきてるんですけど、まあ、昔からずっと通ってるお店で染めてきました。今回はカシスっぽい感じの赤寄りの紫にしよっかなと思って行ったんですけど、もともと私グレーっぽい感じの髪色だったじゃないですか。髪色がね、寒色寄りだったので、寒色からね暖色にするのはまあちょっと厳しいということで、髪の毛の色を落として、ブリーチじゃなかったんだよね、ブリーチじゃない何かで髪の毛の色を落として新しい色を入れてもらいました。で、今日ね、びっくりするかもしれないんですけれども、タオルがですね、シャンクスです。ワンピースでございます。というわけで、じゃあ早速公開していきたいと思います。3、2、1、てりーじゃじゃーん、こんな感じになりました。多分カメラ越しだと結構暗い黒っぽい感じの色に見えると思うんですけど、ちょっと光の当たり方によってはちょっとその私が願ってた赤寄りの紫っぽい感じが見えると思うんですけど、私髪の毛がすごい傷んでるし、髪の毛の元々の色が結構明るかったので、めちゃめちゃ暗めに入れてもらって、まあ何日かしたらいい感じの色になってくっていう感じの色にしてもらったので、今はすごい暗いんですけど、まあこれもこれでね、なんかちょっと大人っぽい感じいいかなと思って、で前髪も切ってもらったんだけど、まあ、パッツンめにしてもらいました。以上です。前回の髪色は青にして、それが落ちてきてグレーっぽくなって、それが1ヶ月ちょいぐらいだったんですけど、新しい髪色いかがでしょうか。動画を見るたびに髪の毛の色がね、どんどんこう明るくなってくと思うんですけど、その色落ちの過程もすごく楽しみなんだけど、なんか久しぶりにこういうなんていう大人っぽい色にしたからさ、大人になった気分にはなっている。そろそろね、冬がね本格的に始まってきたので、こういうちょっと冬っぽいダークめなカラーもいいかなと思ってしてみました。ぜひぜひ感想なんかをコメントに書いてくれたら嬉しいなと思います。それではチョコバナナでした。